ごきげんよう、おはようじ、どうも、近藤よじです。今日はですね、僕が最近よく使っているリップを5選紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。よし、一口で言えた。一口じゃないや。一呼吸。とりあえず、まずは、もう夜の9時なので、今日は乾杯していきたいと思います。皆さんご一緒に。さっき買って冷蔵庫入れてなかったからぬるいかも。今日のお酒は、一番搾り糖質ゼロです。乾杯。最高かよ。それでは早速いきたいと思うんですけれども、まず僕は最近パーソナルカラー診断に行ったんですね。そしたらパーソナルカラー診断で、ファーストがブルベ夏で、セカンドがイエベ春ということが判明しまして、まさかの自分ずっとイエベの秋だと思って生活してたんですけど、ブルベの夏だったという現実に驚いておりますので、まあ、これからはブルベ夏とイエベ春に似合うようなカラーをなるべくしていきたいと思うんですけど、でも別になんかそんなに俺はそのベース、ブルーベース、イエベローベース気にしてないと言ったらそうになりますけど、まあ秋と思って生きてきたんで、でもそれでも秋でも別に似合ってないことはなかったんで、まあ、これからも別になんかもういろいろイエベだったりブルベだったりの両方をつけていきたいと思うんですけど、ブルベに関しては俺メイク道具とかをそこまで持ってないので、ちょっとこれからちゃんとブルベ用のメイク道具も視野に入れながらね、どんどんまたコスメを集めたいと思います。また一つ楽しみが増えましたということで、今回選んだのはなんとなく自分が最近使っているイエベ春っぽいもののリップを集めてみました。イエベ春の方に似合うようなリップだと、認識、してください。それでは行きます。行きますの顔真顔すぎ。一つ目はこちら。でね、ロム&のデュイフルウォーターティント03番イフローズって色ですね。はい、可愛い大優勝です。ありがとうございます。ちょっとなんか今日さ、前髪が全然気に食わないんですけど、でもなんか崩したらまた変になりそうなので、このままで行かせていただきたいと思います。で、このロム&のデュイフルウォーターティントの特徴をちょっと調べますね。なるほど。このリップは塗り重ねてもクリアな発色が続くティントらしいです。なので、なんか結構なんで塗りかすると、ちょっと色味が濃くなったりするリップがあるんですけど、これは割とずっとクリアな、ナチュラルな発色をしてくれるリップで、しかもめちゃめちゃこう、なんだろうな、自然な潤い、なんか、ブルンでもなく、なんかこう、ポンでもなく、なんかこう、ファンみたいな、みたいな感じのクリアな発色の自然な潤いが出てくれるので、なんかプルプルのリップが苦手な人とか、なんかメンズの人であんまりこう唇プルプルって刺したくないなっていう人にはすごくおすすめです。個人的な感想で言うと全然乾燥しない。あ、すごい、なんかダジャレみたいになったけど、一回ティッシュオフするとこんぐらいつくんだけれども、再度ティッシュを集中するとつかないですね。大体こういう最近のティントは一回ティッシュオフするともう全然こうマスクにつきにくい構造になっているのでありがたいですよね。それでは二つ目こちら。ごめんなさい、またまたロム&なんですけど、ロム&のジューシーラスティングティントの10番ヌーディーピーナッツって色です。わかるかな、さっきよりちょっとはっきりしてる色味。まあ、でもこのロム&のね、ジューシーラスティングティントは、こう、ロム&の中で一番有名なリップの代表だと思うので、皆さん持ってると思うんですけれども、僕はこのヌーディーピーナッツっていう色を最近は使ってます。割とナチュラルな色をね、最近使うことが多いですね。パキッと発色するというよりは、こういう感じの色味。なんか、こう、コーラルというか、ヌーディーな色をつけることが多いです。なんかメイクも割とシンプルになったので、リップもちょっとシンプルめを最近は使うようにしております。これも一回ティッシュオフすると、こんな感じでつくんですけど、2回目は、ほぼつかないですね。さっきよりはついてるな。これはまあまあもともとそんなマスクとかこういうそういうのよりも以前に作られているティントなので、ちょっとはつくかもしれないですけど、別についてもいいの。そんな怒んないな、マスクリップついたぐらいで。ね、みんなゆっくり行きようぜ。てかマジで最近もう海外にさ、行きたい欲がやばくて、もうなんかもう3年ぐらい行ってないじゃないですか、コロナが始まってから。もうさ、めちゃめちゃ行きたいな。なんかもう人生一回しかないからさ、と思いながら、まあいろんなところに、まあ日本もね、あんまり俺行ったことない地方が結構あるので、そういうとこも行ってみたいし、最近全然行ってない地方も行こうかなと思ってるし、なんか旅館とか泊まりたいけど、でもな、高いんよね、なんかね。結局ね、旅行するのもね、一回一回ね。しかもうちには息子がいますから、息子がいるから、ね、息子と一緒に行けるようなとこ行きたいけど、息子と二人っていうのも、二人旅っていうのも、なんとなく寂しい気もするし、
最近さ、箱根とか沖縄とかそういうなんかこう地方っていうか、こう癒しスポットの、行ってる友達のストーリーとかよく上がってきてて、これあんまりそういうこう地方にあんまりいいこう旅行を自ら行くことがないので、なんか1回ぐらいね、30になる手前、20代最後の年なので、そうだよ、なんか自分で言っててさ、なんかもうちょっと大事にしないいかんなと思った、20代最後っていうのを。今まで何も気にしてなかったけど今気にしだしたわ。20代最後か、ちょっとなんかどっか行くか。クリオの D ティントのキャラメルパンプキン05番ですね。これはね、めちゃめちゃ匂いが美味しいんですよ。チョコレートの味。あ、なんかすごい、なんかここ赤くない？え？ちょっと待って、コンシーラー塗りたいな。こことさ、ここにもさ、ニキビできたしさ、ほんと最悪なんだが、しっとりす、滑らかにブラーリングって書いてる。セミマットやねんけど、しっかり保湿力があって、なんか塗った時にさ、めちゃめちゃ滑らか、なんかこう、ムースではないけど、なんかすごいね、滑らかな塗り心地なんですよね。なんで、塗った後も、なんか、マットに見えるけど、こう、しっかりと、唇は、なんか、水分がある、みたいな感じ。あれ？声が、くれて、聞こえてくるよ。これすごくない？もう一回やっていい？あれ？声が、くれて、聞こえてくるよ。できてるか分からんけど。俺あんまりマットリップを使ってこなかったんですけど、このマットリップはあんまり乾燥しないので、僕の中では一番しっくりくるマットリップだなって感じです。1回目はこんな感じでついちゃうんですけど、2回目どうでしょう？うん。2回目はもうついてないですね。ちょうどいいマット感みたいな。伝わるかな？このちょうどいいマット感。なんか、ゴリゴリマットじゃないけど、こう、すごくなんかメンズの方もおすすめかもしれないですね。ペリペラインクエアリーベルベットの10番です。これも、セミマットのリップです。ただ、塗り心地がすごく、なんか、柔らかい。まあ、ベルベットっていうだけありますね。ベルベットが柔らかいのかどうかは置いといて。これはね、ピンクなんですよ、めちゃめちゃ。まあ、これ見たらわかる通り。めちゃめちゃピンクなんですけど、私、今までピンクはとてもなんか、うわ、似合えへんやろな。ねえ。だろ？似合わないでしょ。ねえ。と思ってつけてこなかったんですよ。なんかの雑誌で、元 HKT と、元 AKB と、元 IZONE の、現ルセラフィムの宮脇さくらちゃんが宮脇さくらちゃんがなんかの雑誌でこれは誰でも似合うピンクだよっていうのをあげてて、へえ、そんなこと言うなら試してやってもいいじゃねえかと思って、すごい上から目線で買ってみて試したら、へえ、いいじゃんと思って使ってます。まあ俺がブルベ夏っていうのもあるんですけど、ピンクがちょっと似合うのはすいませんごめんなさい。まあ、先ほど言った通り、これもセミマットですごく塗り心地がいいし、乾燥もしない。まあ、1回目でも、比較的、これはつかないですね。これ1回目。つかないです。まあ、ちょっと塗った後に指で俺こうやってトン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 って、馴染ませちゃった部分はあるので、指に多分、持ってかれたんですけど、でも全然つかないね。これをつけると顔が一気にパッと華やかになる。自然にパッと華やかになるので、つけてみてください。メンズの方もね、すごく、いけると思います。メンズの方にね、これはね、つけてほしいですね。ここら辺の2種類は。ちょっとセミマットのリップ。それでは最後ですね。最後はこちら。リカフロッシュのジューシーリブティントのスモモランド。ピントさん。はい。スモモランド。あ、はい。スモモランド。これはさっきまでのリップと違って、色味が暗めのリップです。はい。これはね、ちょっとね、俺はね、こう、塗ってティッシュオフしないと、ちょっと色味が濃く出ちゃうので、一回簡単にティッシュオフします。簡単にティッシュオフして、ちょっと唇の周りをトントントンってして、こんな感じのリップなんですけれども、1回目のティッシュオフでこんな感じで、2回目でもうほぼなしですね。だからマスクにつきにくくするには1回ティッシュオフすることはマジで大事ですね。まあそれで潤いが失われるっていうのはちょっと嫌かもしれないんですけど、マスクにつきたくない人はぜひ1回ティッシュオフすることをおすすめします。まあこれはもうみんなやってると思うけど、で事前にこのリップをね、手に塗って30分放置してティッシュでスッて拭き取った色味を見せたいと思います。どうしよう、1,2,3,4,5 が逆なんだけど、どうしよう、死んだ。ちょっと画面をくるっと回します。くるる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 。はい。こんな感じで、
大体全部色がそのままな感じで残ってますね。定着率はすごくいいです。でこの1番がオイルをちょっと多めに含んでいる潤いを保つリップなので、ちょっと落ちるかなとは感じだけど、まあ、しっかり定着はしていますね。はい、ということで最近俺が使っているリップ5選の紹介だったんですけれども、正直なところ5個以上も結構使ってるんですけれども、最近さ週3ぐらいで友達が家にいたので、最近さっていうかこの1週間ね、3日間ぐらい、1週間のうち3日間ぐらい友達が家にいたので、さっき帰ったんですよ友達。だからなんか一気にこう寂しくなっちゃった。別にでも俺友達が家にいてもなんかお互い別々のことをしてるというか、特にこう何か2人で一緒にとかはないんですけど、なんかやっぱ誰かがさいるだけでさ、なんかちょっと不意に思ったこととかを喋るじゃん、喋れるやん。なんかこれさこうじゃないとか、なんかこれ見てとか、そうだから不意に思ったことを話す人がマジで欲しい。マジでニキビがなえるけど触っちゃダメ。あ、そうだ、ネイルをねしたんですよ。友達にしてもらいました。もうちょっと時間経ってるから伸びてんねんけど、この薬指にちょっとパーツを置いて、あとはただの黒。この動画がいいと思ったら皆さんグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。